はい、基本的な問題ですね。電解とそれから電位の関係ですね。この関係が分かっておれば、すぐ、解き方が分かるというですね、非常に単純な問題です。しかし時々ね、この類の問題が出ておりますんで、しっかり覚えておいてください。はい、類題の3ですね。電解の強さが5V パーメーターの平等電解があると。この電解中で、電解方向にですね、50センチ、離れた点の電位差を求めなさいという問題ですね。はい、これでね、まずね、思い出すと電解の式ですね。E イコールですね、4πε分の1かけですね。D 二乗分の9でしたですね。はい。で、電位ですね。これは 4πε 分の1かけ、D 分の9ですから、これはどうなるか言ったら、電解にですね、D をかけたもんやと、こうなりますな。はい。そうすると、これは、電解が5。それからこれが 0.5 ですね。はい。2.5V と。こうなります。